私、あなたの姉です。他の人には秘密にしておこう。私たちが兄弟ってこと。野村康介の妹です。その人のために死ねるって思ったことありますか？伝えられない思いがあるから苦しくなる。ユキ。心の奥底に閉じ込めてるつもりでも、無意識のうちにその隙間から溢れ出る。来週の週末は空いてる？伊豆に来てほしいの。人は幸せよりも苦しみを覚えている。周りがどう思うか、そんなことは考えずに自分の気持ちだけを手紙に書いてみる。そして絶対に誰にも見せない。全部吐き出すとね、スーッとするの。はい。こんばんは。サキさん。来ちゃった。ちょっと待って。どうしたの？急に会いたくなって迷惑だった。そんなわけないよ。入って。よかった。私いつも考えてることがあるの。何を？どう生きることが幸せなのかなって。答えは単純なのよね。何？やっぱり自分の思う通りに素直に生きること。それはそうだね。野村さんは？うん？自分の思う通りに素直に生きてる？どうかな。単純だけど簡単なことじゃないからね。難しい？みんなが好きなように生きていたら世の中の秩序は保つことができない。秩序？何？本当野村さんって不自由な人よね。前に私、苦しい思いがあると手紙を書くと言ったわよね。手紙を書くとね、その世界の中では完全に自由になれるの。世の中も社会も秩序も他人の目も一切関係ない、なりたい自分になれる。どうせ誰も読まないんだから全部解放してしまえばいいのよ。自由は一番の幸せ、不自由は一番の不幸せ、なんてね。お疲れ。あ、新田、明日野村先生からアンケートもらってきた。え？あ、この間のですか？そう、ご挨拶兼ねて行きたかったんだけどさ、取材入っちゃったから。はい。約束があるの。約束？そう、野村さんと。週末何か予定ある？いや、私伊豆に行きたいの。一緒に行かない？伊豆？うん、いいよ。やった、楽しみ。金曜日仕事が早く終わるの、泊まりに来てもいい？もちろん。あ、今日は何してる？私早く終わるのよね。僕も早く終わるから食事でも行こうか。嬉しい。どっか考えとく。これ。ありがとう。今夜返すね。持ってていいよ。え、本当に？うん。
じゃあまた今夜。うん、行ってらっしゃい。行ってきます。協力ありがとうございます。いろんな意見がバランスよくあるんで、浜田さんにもきっと喜んでもらえると思います。ええ、きっと喜びます。お待たせしました。ケーキだぞ。ありがとう。野村さんって甘いものお好きなんですか？ええ。意外ですね。新田さん、サキさんと同じこと言うんですね。あの、彼女とは？え？ああ、いや、お付き合いさせていただいてます。ああ、そうですか。彼女は僕にたくさんのヒントをくれる人なんです。ヒント？ええ、生きやすくなるためのというか。生きやすく？彼女に言わせると僕はとても不自由な人間らしいです。彼は私に完全に心を開いてくれてるわけじゃないの。何か抱えてる問題があるんだと思う。新田さん。ああ、いえ。今夜久々に夕飯でもどうですか？今夜？ええ。ああ、ちょっと。ああ、そうですか。すいません。いや、実は今日サキさんと約束してたんですけど、急に用事ができたみたいで、さっきキャンセルされちゃったんですよね。生きていると誰にだって苦しい思いがあるでしょ。決して人に知られたくない、知られてはいけない秘密の思いとか。伝えられない思いがあるから苦しくなる。みーちゃん、ね、朝だよ。今日早く行くんじゃないの？抑え込まれてる思いは日常ににじみ出てしまう。うーん、わかんない。心の奥底に閉じ込めたつもりでも、無意識のうちにその隙間から溢れ出る。どうせ誰も読まないんだから、全部解放してしまえばいいのよ。